あ、こんにちは、北浜なんです。今日はツイステッドワンダーランドというゲームのキャラクターのイデア・シュラウド君のスプレーメイクを紹介していきたいと思います。あとこの喋り方きついんで、陰キャの呼吸2の方、キャラチェンジ。はい、じゃあいつものゆるい感じでいきます。今日のキャラクターはディズニーヴィランズをモチーフにした学園スマートフォン向け学園アドベンチャーゲーム、ツイステッドワンダーランドのイグニハイド寮寮長イデア・シュラウド君のコスプレをしております。イデア君はディズニー映画ヘラクレスに出てくる悪役のハデスをモチーフとしたキャラクターで、ビジュアルのイメージもですけど、喋り方もすっごいハデスさんの血を感じます。声優さんってすごいなと思いました。で、イデア君は内気な性格で自分の部屋に引きこもりがちな陰キャゲーマーっていうキャラクターですね。はい、それでは早速メイクの方をやっていきましょう。カラコンをつけて BB クリームを塗りました。まず暗いピンク系のシャドウで鼻筋と輪郭に軽く影をつけていきます。それからテーピングをします。テーピングはアシストさんのものを使ってます。これでほっぺたの肉をリフトアップすることができます。はい、こんな感じです。次にアイメイクをします。黒のアイライナーでラインを引いていきます。元の目の形は無視してガンガン描いていきます。これも資料を見ながらできるだけ絵に似せられるようにして描いてるつもりです。で、バランスを見ながら両方とも描いていきます。このアイライナーはすごく真っ黒で全然よれないので、めちゃめちゃコスプレ向きで重宝してます。はい、それからつけまつげをつけます。男装用のつけまつげはダイソーさんのつけまつげを短くカットして使っています。アイラインに沿わせるような形でつけていきます。で、また黒のアイライナーで目頭のところにラインを入れます。こうするとちょっと二次元っぽくなる気がします。そしたら次に眉毛を描いていきます。水色のアイライナーペンシルで、描いていきます。イデア君の眉毛は困り眉というか下がり気味の眉毛ですね。だいたい描く位置を決めてイメージを固めてから描いていきます。と、上すぎても下すぎても違うのでちょっと難しいんですけど、はい、もともとの眉毛の影がどうしても見えちゃうんですけど、それはまあ加工とか光でどうにかなるので大丈夫です。こんな感じでいきます。で、水色だけではちょっと浮いてしまうので、青色のアイシャドウを上から薄く足していきます。ウィッグの色より眉毛を濃くした方が自然に見えるので、ちょっと眉毛は濃いめにしてます。そしたら次は人工的な二重の線ダブルラインを描きます。茶色のアイライナーでバランスよく描いていきます。次に茶色系のシャドウで鼻筋と鼻の下にノーズシャドウ、彫りが深く見えるよう影を入れます。アングラな雰囲気を出したいので目のくぼみと目の周りにも影を入れていきます。イデア君は顔色が暗めなイメージなので、使う色もコントラスト暗めな色を使うといいかと思います。それからアイシャドウですね。まず薄めの水色を塗っていきます。このアイシャドウは海外製ですごく発色がいいです。
目の下も囲むように塗っていきます。で、目尻に向かって濃くなるように次は青色のアイシャドウを重ねていきます。こちらも囲むように塗ることでアイラインが強調されていきます。ちょっと濃いかなって思っても、写真撮ったら光で結構飛んじゃったりするのでちょっと濃いぐらいでいいと思います。次に黒のシャドウで、クマのようなラインを入れていきます。ちょっと病んでる感じが出ていいですね。こんな感じで入れていきます。それからまぶたの線なのか黒いラインがあるのでそれを描きます。ちょっと太くなっちゃったのでぼかします。最後に目頭にハイライトを入れます。白いシャドウで入れていきます。ギラギラのハイライトも入れちゃいます。それからコスコスさんの白いファンデーションを全体に軽くはたいていきます。これでちょっと白く血色悪い感じになるかな。あとはハイライトで鼻の頭とほっぺたと顎、おでこ等に光を入れて立体感を出していきます。最後にリップメイクですね。ファンデーションで唇の色を消してから特徴的な青のリップを塗っていきます。青のリップって普通に難易度高くないですか？これいつも塗ってるって、元の唇の色なのかもしれないけど、イデア君めっちゃハイセンスですよね。筆で細かいところを修正していきます。最後に唇の上にハイライトを入れていきます。はい、これでメイクは完成です。衣装とウィッグを装備しました。ウィッグをかぶった段階ではちょっと髪の毛が浮いてしまっているので、それを防止するために液体のりでウィッグとほっぺたをくっつけていきます。液体のりなので痛くないし、水ですぐに落ちるので重宝してます。パンパパパパーン、イデア君完成しました。さらにタコをつけるとこんな感じです。イデア君のメイクのポイントはやっぱり眉毛ですね。この眉毛がうまくいくかどうかでかなりメイクの明暗を分けてる気がします。はい、位置や太さもすごい個人的に描くのが難しくて、いつもちょっと迷ってしまいます。こういうねブルーをメインにしたメイクもあんまり普段やることがないので、すごい新鮮です。新鮮で難しいです。それではここまでご視聴いただきありがとうございました。この動画が気に入ってくださった方は高評価とチャンネル登録、よかったらよろしくお願いします。あと Twitter と Instagram と TikTok もやってるので、そちらの方もよかったらフォローお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ、猫たーん